大宮公園駅は埼玉県埼玉市大宮区樹能町一丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD03 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は大宮方面ホーム側にあり、船橋方面ホームとは個線橋により連絡している。駅の北側へは駅舎の大宮寄りにある踏切を渡る。駅舎の改札内にトイレが 古戦橋にはエスカレーターエレベーターが設置されている。駅業務は東部ステーションサービスに委託している。2010年度には駅構内の案内板がピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった釣り下式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。また、出入り口にある 駅名看板が取り替えられた。2014年度計画では、駅舎のリニューアルを予定していると発表し、2015年6月に、旧駅舎の西側に新駅舎の建築に着手して、2016年4月23日に、共用が開始された。開業当初から使用された、旧駅舎は、同年5月下旬に解体された。2016年4月に新設された。 ギャラリースペース改札口旧駅舎2020年度の1日平均乗降人員は7002人である。近年の1日平均乗降乗車人員は下表の通りである。駅名は近隣の埼玉県営大宮公園から付けられた。公園自体は当駅と北大宮駅の間に広がっている。駅北側には大宮盆栽村がある。駅周辺は 西側の国一部を除き埼玉市の風地地区に条例で指定され、樹木の伐採植樹や開発行為などが制限されている。ありがとうございます。